サミアリです。あ、どうした？あ、あ、通知の。よくなんか仕組みがまだ分かってないんだよ。あ、そうですか、うん。マイクとかもこれ普通に聞こえてるの？あ、聞こえてる。声聞こえる。で、あの最近のツイキャスちょっと、なんか、性能良くなって、片方がイヤホンしれば、もう片方がイヤホンしなくていいんですよ。両方ともしないとダメだったもんね、前。そうそうそう。で、あ、はい。ウニ食べてる。ウニってどこだろう。どこだろう。こすずばかり。なの？ウニどこ？ウニと大トロ？大トロとサビアリ。はい。これ1ってやればいいのかな？1。明日あれだね。あのウニみたいな。ウニ。うん、あ、これ感じですか？あ、いいっすね。あ、ウニだよ。でも気づいた。あ、ちょっとウニ。ゼロ。あ、本当ですか？なんかウニ。まだそれ、みんなの味噌汁に入れてくれる。あ、いいね、青さ青さか、うん、どこだろう。味噌汁大丈夫ですか。味噌汁大丈夫ですか。大丈夫ね。味噌汁系なんですか。うん、声が出ないから辛い。声出るようになってほしいよ。普通に言わないとダメなのかな。ああ、そうですね。うん、それでいいか。じゃあ通知あげます。あのもう配信始まるんで。はい。はい、またつー。お待ちしてします。あ、もちろんお願いします。はい。あとウーロン茶でございます。あ、少々お待ちくださいね。ウーロン茶でございます。はい。はい、失礼します。ルイシュロックでございます。はい。あと二階堂の水割りでございます。はい。はい、失礼します。お通しでございます。お寿司なんですが、納豆、梅きゅう巻きは手巻きでよろしいですか？トロタクと梅きゅう。トロタクは細巻きで。細巻きで。はい。梅きゅう巻きは手巻きでよろしいですか？はい。はい、決まりました。磯で焼き。磯で焼き。はい。はい。以上で。はい、かしこまりました。スタジオ、乾杯します。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。KP。KP です。じゃあ、行きます。お、今、アクティブが30ちょうど。さあ、どうなるかな。じゃあ、上げてください。え、上げる？上げるって何を？なんか通知が出るんで、3倍の日から上げますから。コラボを曲する。こうやってやるんだ。あ、ほんと。え、なんて音が出るんだ、ここから。どうすればいい？分かるな。え、何？何そのシステム？電波障害。どっか行っちゃったんだけど。え、どういうことこれ？え、何？こんなに近くにいるのに俺はヒカル君とテレビ電話しないといけないってことは？ワドさんどこいるんですか？すっげえ180人だ。え、俺今。ワドさんどこいる？え、何？今新宿俺。ワドさんどこいるんですか？あ、そういう感じなんだよ。まずね。安心だね。うわ、すっげえ。どこにいますか？ 150 人一気に増えた。どうも、こんにちは。あ、そういうことか。ヒカルくんの、人の分も合算されるんだ、これ。あー、そういうシステムなんだ。こんにちは、コインありがとうございます。どうもどうも。和道と申します。あ、こういうシステムなんだね。みんな多分誰か配置やってますね。はい、面白い。通知でしか来ないんで、ちょっと。あ、こうやって宣伝するんだ。はい、初めて分かった意味が。ワドさん、嬉しいですよ。ヒカル君の通知できました。どうもどうも。ワドさん、3点セットしてみて。3点セットテリちゃんっているし。どうもどうも、ヒカルさんからいらっしゃい。ワドと申します。よろしくお願いします。なんでテリちゃんも分かんないです。気になってしょうがないです。なるほど。ね、じゃあ普通にコラボやるときって、こうやってすぐ切って
お互い集客するみたいな感じの。まあそうですね、お互いなんか面白いことやった時に、うん、わざとコラボをパッと開けるんだ。そうそう、面白いのやってるから。じゃあコラボは基本的にもう設定しておかないとダメってこと？いや、僕はでもコラボは基本的にやらない人なんで、ほう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 、まあリスナーさん、面白いリスナーさんが上がってきて、それをうまく利用して、まあ、つなげる方法もありますし、へぇ、まあ、いろんな大手配信者が上がってきて、それで拡散する人も中にはいますし。はい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 、面白いね。全然違うニコ生と。2人でキスしたら3点するよ。キスでいいの？キスでいいの？いや、そこっすか。キスでいいんだ。あっくんお疲れ。お疲れ様で。うわ、あいおちゃん来たじゃん。ちょ、あいおちゃん来てくれなかったでしょ、とつまちで。なんで来てくれないの？一番ですか、ねえ、オタク系の配信してるのあいおちゃんぐらいしかいないでしょ。あいちゃん、わかるんすか？あいおい、昔から。あ、わかるんすか。まあ、そうですね。全然。あいおちゃん来てくれ。ヒカル君からいらっしゃい。お疲れです。あ、お疲れです。すごいな。みんな、あの、和道さん3点セットして。よろしくお願いします。和道と言います。ニコ生では、あの、荒くれ者だった。いや、荒れてないよね。相当荒くれ者ですからね。エビゾーと肩並ぶぐらいの配信してたよ。いや、俺だってエビゾーさんの現役知らないですもん。あ、そうなんですか。だって、違うんですか。違う、ずっと引退してたから。なんかキャスから復活してえって思ったんだもん。あ、そういうことなんですか。そう、俺3年間ニコ生やってて、海老蔵さん配信やってるの見たことないもん。あ、そうなんですね、うん、へぇ。マー君に脅された時は見てたよ。ありがとうございます。どうもどうも。今来てる133人は結構いつもコメントくれる。へぇ、すいませんですね、みんな常に。すごい。ありがとうございます。お茶、みんな、和道さん3点セットお願いします、うん、皆さんも KP してください。 KP KP、うん、シャンマンと絡んでる人。あ、皆さんね、うん、ワードがよ、あ、いけるけ。あのおっちゃんね、面白いおっちゃんね、うん、ロハコさんから来ました。はい、ありがとうございます。マー君は今生きてるんじゃないですかね。わかんないですね。きっとお疲れ、うん、いつかの少年。こんばんは、ワドウと申します。よろしくお願いします。みんないつも見るメンツだな、これ。あ、そうだよ。パンツ。いつもいるメンツだね。パンツ。パンツ忘れてってるじゃん。あ、ワドウさんじゃん。そう、カピカピの。マジっす？え、洗濯してない。相当カピカピじゃないそう。カピってたパンツ。2、3週間前ぐらいですよね。なんか、なめくじでも貼ったのかなと思ったもんね。ヒカル君イケメンだよね、本当に。初見さんいらっしゃい、楽しんでてください。すげえな。ワドウさんも悪に。さっき質問あったよ、検査どうだったの。あ、検査ね、見てない、うんうん、あ、もう届いてはいるの。あ、届いてます。なんかネットで見れるみたいですね、うん、あ、そうなんだ。ただ、うん、まあ、そのさっき言ったテレチャンピンってやつの話があって、うん、まあ、青山って言うんですけど、うん、まあ、闇にさっき相談したら、なんかあれネタらしいよっていう、僕が性病だっていうのを言うらしいネタだったんで、それで僕は心配になって、あのですね、受けに行くみたいな。闇に帰った。テレチャンピン俺にも吹き込んできたからね、電話して。やばいっすね。悪いやつだ、あいつテレチャンピン。だいぶ悪いっすね。闇に帰ったの、千葉に。結構千葉だから2時間ぐらいかかるのかな。まあでもわかんない。あ、バスか。あ、そうです。千葉に2時間ぐらいです、うん、もしかしたら俺整理をかかってるかもしれないから、これは一人で寝る前にホテルかどっか取って、ちょっと深刻な話があるっていうちょっとテロップでやります、ね、うん、重大発表で、うん、はい、ワドツー、クミタンいらっしゃい。フジコの店超面白かったんだけど、久々のフジコの店行ったんだよ。カメラ回してキャス回してね。そしたらいきなりここの店カメラダメだからって言われて、えみたいな感じでなんか怒ってたよね。怒ってたですね。でめちゃめちゃ怒って、俺もうふてくされていいやって思ったの。そうそうそう、うん、あ、ヒカル君別の場所行こうみたいな感じで、うん、そしたらそう、ヒカル君が最後に、いやちょっとフジコちゃんの顔だけ見たいっすっつってガチャって開けたら、なんなんこいつみたいになって、大喧嘩始まって、いやなんすかみたいな、その態度とか言って、で飲むの飲まないのとか10分なんかガガガガやりとりしたんだよ。で飲みますよっつって、え、飲むのと思って、そのままガーッて入ってったから、でカメラ切れってフジコが切れてたから、そうそう、まあ最後別になんともなかったけど、そう、まあ切って入って、
入った時に自分だと配信してるじゃないですかってベジコさんも配信してる店の中入ったら思いっきり FC2 ライブとニコ生やってたかもね。そう完全にね、うんうん、でもなんか配信禁止になったっぽいね、そこの店は。あ、そうなんですね。うん、なんかもう嫌だっつってね。あの人でもあの格好で配信映したら番になるし。いやあれはもうやばい、番でしょ。追加ツイキャスはダメです。追加ツイキャスはダメです。ニコ玉 OK ですか。あれ OK です。あれ OK な。でも追加ツイキャスやり始めるみたいなこと言ってたよね。え、マジキャスや設定してやりたかったの。ああ言ってましたね、うん、設定するわ。だから藤子っていうとんでもないポルノモンスターがね、キャスに進出してくるかもしれないわ。なんかね、完全にポルノモンスターですね。完全にポルノモンスター。だって AV デビューしたのが38歳とかだよ。すごい。しかも自分で売り込んだんですよ。今何歳ですか。今40いくつ。へえ、すごい。AV 女優です。AV 女優、 AV 女優最強だね。まあ完全にびっくりした、びっくりした。相当したそっちが。あ、結果報告。あ、みんな心配してる。あのね、どうしようかなと。でぶっちゃけ見るの怖いんでね。自分も声優検査。声優検査ぶっちゃけ何回目なんですか。初めてです。初めて。人生で初めてです。28年間で、まあまあね。なんか嫌だよね、うん。しかもそれを全部公表するって言ってるんで。おお。エイズだったらどうしようか、ね。リアルにエイズだったらどうします。いや、そしたら多分配信変えますよ僕。え、多分全世界にゴムをつけようっていう、うん、フレディ・マーキュリーかお前は。多分分かんないね、若い子には。でも光くんも分かってないでしょ今。分かってない、分かってないよね。全然ねえとか言ってくれる。お二人何歳ですか。僕は31です、ね、僕28ですね、うん、こんばんは。見たい。そうなんだろうね。あ、でもエイズ治るって最近ニュースで。そう、だから特効薬ができたらしいですね、うん、そう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 、もうそうだからエイズも怖くない、うん、エイズ治るんだよ。そうもうらしいですね、ほんとガチで。そうそうそう、これガチバナ、うん、治らない病気って言われてたのが医学の進歩で治るみたいですね。ノーベル賞取るだろうね多分ね、うん、いや間違いないですよ、あれは本当に、うん、医学はすごいですね。そう、光で、ね、あ、そうそう、コンドーム作ろうかなと思ってこれを聞いて。なんか言っとったね。3ヶ月に1回あの性病検査してちゃんと公表して、で、あの別であのコンドーム作れるみたいな。光オリジンだよっていうね。ちょっと危ないよね、なんか破れそうだね。そうです。全部晴れてプスプスプスラブホのコンドームと一緒のような感じで。やばいですね、やっちゃったコンドームですね。まあ相模オリジナルはあの 0.01 ミリなんで 0.0005 ミリグラム目指してですね。超極数光オリジナルみんな待ってて、ここもやばいね。いや、ありでしょ。コンドームでも物で出したら面白いかもね。そうです、うん、まあ、出そうかなっていう話をしてました。ブルブルですからね。いいかもいいかも。で、僕がなんか梅毒とかだったら、うん、あのベンジュタロさんに出すとか、うん、あの人が 俺の代わりにあの47都道府県旅するらしいです。意味がわかんないよね。多分試したいんだろうなっていう、うん、だって TJ さんも22日からスタートしますもん。パクられてんだ、はい、うん、みんななんかその旅配信者はなんか儲かるっていうかなんかちょっと変な考えすぎなんですよね多分。おー、でも大手配信者だから儲かる部分もあるぞ、うん、で金梅さんのチャリ旅、うん、TJ の1週間のチャリ旅の収入分かります。100万ですよ、1週間で100万ですよ、ステッカーだけで。はい、気持ち悪くないですか。すごいね。そこら辺ティジナブ旅で旅配信者はホームレス配信者は儲かるみたいな話してましたけど、僕らまだそこまでじゃないんで、ぶっちゃけ全然収入もなんもないんですよ。なんでステッカー売るの。ステッカー俺すげえ疑問なんだけど。僕は生活のためです完全に。おお、はい、僕はっすよ。生活のためです。あ、そうですね。ステッカーだから撮るでしょ。ちくちゃうまそう。何だったの。いや、直に振り込んだらダメってことなの、キャスは、うん、あ、小皿あるっすね。あ、すみません、席外します。ちょっと待ってて。
じゃあ、あの、みんな3点セットしといて、とりあえず。ギリギリのランね。ね、ギリギリのランって100からまた。なんか150で乗るらしいですね。そのあと100じゃないかな、多分。結構強い人いますよね、多分。誰配信します？マフマフ。マフマフって1万2000、1万3000人おるから、マフマフ。ですね。芸能人かもしれないですね。何こいつマフマフって。多分芸能人。マフマフって誰？若い人います？1万4000人だよ、だって。1万4000人の配信者誰？交代4万円にしてます。すごいですね。私は社長はお任せいたしました。生しぼりのモンサワもう一つ。あ、あと、2回目。お茶座っす。まあ、結果やるよ、俺、今日。今日もバリアに泊まろうかな。わかんない。適当に泊まれば。配信ができる。レンタルビデオルームかもしれないし。昨日バリアに泊まってたんですよ。で、バリアに朝方まで配信するじゃないですか。うん、そしたら、なんかあの、僕、ミニストップ側のなんかホストクラブがあって、その昨日バリアに泊まってたんですけど、うん、なんか 4階だったんですよ。で、あの、同じバリアかわかんないですけど、7階で私も泊まってますみたいな女の子ました。で、4階に見るよって言ったんですけど、ギャルルだな、ギャルル。そうそう、男がいるんですいません。どんなことそれ。やばいっすよね。なんぽマグマグって誰だ？ハッチだよ。ハッチめっちゃすごくない？ニコ動で歌い手のか、あ、歌い手なんだ、ニコ動で。シーチェも使え。あ、ニコ動でめっちゃ、あ、歌い手なんだね。なるほど。マグマグさんっていう人が今1万4000人入ってるらしいですよ。え、1万4000人？はい、ニコ動の人らしいですよ。へ、すごい。神会が起こってる。いただきます。すげえな。もうハッチさんやばくないですか？ハッチはね、もうずっと応援してくれてる。もう、あ、ありがとうございます。お寿司いただきます。新作だとランキング常駐してる歌いて。あ、じゃあ有名人なんだ。有名なんだね。有名なんですね。まあ歌い手っていう歌手みたいな感じですよね。卑怯ですね。卑怯だな。何もない俺たちからしたら卑怯ですね。有名人はだってそういうブランドがあって、必然的につながるじゃないですか。卑怯ですね。卑怯だね、優しい。リア充は配信をやるなと。ここは俺たちの場だぞ。まあそうですね、無法地帯ですからね。無法地帯よ。キャーキャー言われてるタイプだ。気持ち悪い、俺と一緒だな。ちょ、ディスっとけ。あの、ワゴが言ってたんですね。今からあの94人全員がなんとか一斉にその僕もんとこ行って、あの、ハト飛ばさせたね。ワドが見つけること、周りがそういうことばっかり言うから俺の悪名がどんどん上がる。何にもやってないです。酒強いね、ずっと飲んでるもんね。そうですね、そうですね。20杯ぐらい飲んでるよ、ずっと一緒にいて。何時ぐらいに合流したっけ？6時ぐらい6時ぐらいなんですけど、ニャミーと、ニャミーもダブルデート配信してて、それまで待ってるわけで、2時から飲んでます。2時半、3時ぐらい、ガールズバーで飲んでます。ずっと配信して、ずっとひたすら飲んでます。酒強えわ。これなんすか？大トロだ。なんだよ。あ、これですか、大トロ。え、大トロってこんな大トロだ、どう見ても。マジか。馬刺しみたいな。大トロと馬刺し違うんですよ。明日起きれっかな。いや、大丈夫じゃないの。リスナーが起こしてくれるっしょっていう。絶対の信頼感がある。何個もある、今日起こしてくれたんですよ。何個？3人ぐらい。なんか、この時間に
寝たっていうことはワド絶対起きれないからって勝手になんかみんなグループラインでやり取りしてくれてて、朝みんな鬼電してくれて、超嬉しかったよ。絶対あれ電話なかったら遅刻してたらだったらね。すげえな。今日新宿ですよ。明日は N さんが起こします。誰だ N って。あ、なんかああリスナーさん同士あるんですかね、うん、そういうそうグループライン起こす係みたいな。そうそう目覚まし係、交番制みたいな。しまった、すごいね目覚まし係。みんなに支えられてますよ。すごいですね。だって僕酒飲むじゃないですか、うん、で起きれなくて、うん、僕もなんかあったんですよやっぱり父、うん、誰でも起こしてねみたいな、うん、で電話来るじゃないですか、うん、苦しかとか着拒します、うん、そうなの。起こしてねって言わないのに勝手にやってくれてんの。あ、逆にですか。そう僕起こしてねって言ってきながらあのリスナーさんの電話切りますから、ね、最低だよね。今日本当はなんか10時にチェックアウトだったんですよ、うん、そのホテルが、うん、で、出なきゃいけないのに、うん、あの、あ、11時か、うん、起きたのが12時ですからね。へで、やべえやべえってなって、ほうアラームがやっぱ鳴ってるんですね、うん、で、振り返ると夢で、うん、リスナーに起こしてもらって夢を見て、うん、ちょ、待てよっつって、うん、あ、仲良くしたら、はい、米は米食べる、あ、米食べる。そこから結局1時間ぐらい延長しましたからね、なんだかんだ言って、はいはいはい、すごいですね、ハチさんね、ずっと、うん、爆弾やばい、ずっと支援してくれてた、ちゃんとコンティニューやばいです、うん、ただお茶が何の役に立つのかよく分かってないんだよね、俺未だに。あのマジックポイントが増えるよね。閲覧だけじゃないですよ、最近おすすめの。へぇ MP ポイントっていうのがあるんですけど、このアイテムもらって、うん、そのポイントで上がりやすくなったりとかするんですよ。あ、はい、パスポスでもさ、ハッチずっと応援してくれてるけど一回も上がってないよね。あ、閲覧に全然載ってないよ、うん、ちょ、みんなお茶バクして、お茶バクと、うん、本当に行くんやるか、お茶バクで。お待たせいたしました。あ、ありがとうございます。はい、こちら77だからお茶爆しても一回。じゃあ MP 上げて。え、なに今閲覧77の。あ、どうも。え、閲覧何位とか出るの？あの外部サイトにそういうのが。外部サイトで、あ、そういうのがあるんですか。はい。え、さっきめっちゃ濃くなったっす、これ。そう、酔っ払って暴れろっていう店員からのアシストなんじゃないの。さっきあの藤子さんの店行くじゃないですか、うん、お酒飲みたいじゃないですか、で、和藤さん作ってくれたんですよ。和藤さんもなんか半分ぐらい入れてました。トロタク大好き。トロタクうまくないですか。なんか、トロタク昔置いてる店少なかったけど、最近よく飲んでないですか。僕読んだから。あ、ありがとうございます。トロタク食べない、こっちの、うん、サーモンと縁側とカニを、うまそう、みんなも、いただきます。うわ、ちさといる、うわあ、ちさと今日止めてよ、あ、恐怖箱しよう、うまっ、わざずりーぞ、ね、和藤さんのところも行ってんだ、ちさと知ってるもん、あ、知ってんだ、ちょ、ちさとオフ箱しようぜ、もう暴露してもいいから。エビオさん注意してたよ、この前。え、ちさとどう、エビオさん注意してたよ。ちさと気持ち悪いな、うん、やっぱりやめた、うん、ちさとはだって僕とセックスして、あの、やったしますよ、はい、だって、なんか、あの、オフ会あるじゃないですか、うん、で、可愛いとかつってセックス中とかつって、そしたらいいよつって、ラボ行こうぜつって。ちさと、お前配信者ってやりすぎ、うん、うん、何人パコった。がっかりだ、これすごい良すぎるわ、うん、青山にも早くセックスしようとか言ってるもんね。私の青山とか誰にも言うもんね、佐藤は。佐藤、でもこいつ俺の時だけなんか LINE 来て、はい、なんかニコ生の時なんだけど、飯食い行こうよ、いいよって言って、そしたらなんか、でもパコらないよとかわけわかんないこと言って、
お前が飯食おうって言い始めたんだろうな。瀬戸はいろんな配信者と思いますね、うん、結構有名だもんね。有名コテハンだもんね。まあ、まあ、コテハン、でも会ったことないんだよね俺。俺あのしかもなんか私配信一切しないときってこの間ただ知り合いの配信者のところに覗いたらコラボ上がってました。はずっ潜って見てたんですよ。はずいよね。何こいつと思って。そこどこじゃない。ここね、あのモンテローザ全然やつだと思うモンテローザ の, あのビールのいつもアンシートの1階だよ、うん、でも千里の今なんだよ、ね、仕事行ってらっしゃい。今あの場違いだから梅球も1個取ったら、うん、梅球別もえ、配信で手応え感じたのいつぐらいの時期なんですか。配信で手応えいつも感じますね。うぜうぜいつも感じてるんですけど、それを運営さんがなかなか認めてくれないんですよ僕の配信を、うん、でつい最近ちょっとこう僕もやりすぎちゃって、うん、その線引きってあるじゃないですか、うんうん、で金前さんがいいですよ、はい、梅球巻き一つください。梅球巻き、はい、手巻きの方で。手巻きで、はい。金梅さんは、うん、やっぱ嫌われてはいるけど、うん、って言われるじゃないですか。だからある一定のところまで自分がここまでやったら大丈夫っていう線引きを引いてるんですよ、うん、それと一緒なんですけど、はい、でもさ、金梅さんが OK の線引きのラインってさ、俺らのさ、OK ラインのはるか上に線引きしてるじゃん。絶対間違えてるよね、あの線引き。でも金梅さんが真面目になった時どう思うんですか。閲覧だって3、4000人いるんですよ。で、その時金梅さんが真面目になった時に、うん、アンチは多分一切湧かずに、うん、アンチは湧くけど、まあ多分徐々にまともになってくるんですよ、僕は絶対。まあ、まあ、まあレジェンドだからな、あれ、うん、金梅さん。僕もまあ元はやっぱ金梅さんスタンスなんで、分かるんですけど、やっぱあの人はすごいですよ、エンターテイナーですね。うん、金梅さん憧れて配信入ったっていう人多い。金梅さんよく聞く。あと金梅さんのすごいところ、後輩ちゃんと育ててる。あ、そうですね。ニコ生の野田総理も橋本くんももともと金梅ファミリーだし、はい、それがすごいと思う。そうですね、うん、要はその、なんつうの、大手でさ、要は自分のリスナー、自分のリスナーだって囲い込むやついっぱいいるから、ね、だけど、その後輩にちゃんと継承していくっていうか、あれすごいなと本当思う。金梅さん僕にやっぱり言うんですよ、うん、光くんもある程度知名度ついて、ザついてきたらもう下の人間たちをどんどん拡散して育ててあげた方がいいよ、うんうん、金梅イズムだ、うん、だからみんなに好かれるんだろうな、なんだかんだ言って金梅さんは。バイバイ兄やん。はい、お持ちしました、どうぞ。ありがとうございます。いいですか。はい、ちょちょまくしてくれてますよ、うん、なんかそっちやなんかそういう感じのやつ、うん、なんですよ、うん、一時期閲覧常に200、300人いたんで、ツイキャスが誰アカウント爆発しちゃダメですよ、バトさん。ああ減らって緊張した時はもっといくじゃないですか。うん、はい、そうだね、はい、ダメっすよ、うん、ね、めっちゃ怒られたもん、リスナーに2回消しますもんね。2回じゃないよ、俺ニコ生、はい、5000人込み3回、1500人込み1回、3000人込み1回、だから6回爆破して、キャス1回爆破してんの。ツイッターも1万5000人いたよ。もったいないですよ。うん、今になったら分かる。バカやったな、うん、昔取った絹塚。もったいないですよ、うん、全然ダメだもんね。カッソカソだよね、俺落ち目だよね、落ち目、うん、だからさ、去年の今頃めちゃめちゃ楽しかったじゃん。いや、分かったですよ、うん、だって僕、あの、金梅さんととっつってた時に、うん、和田さん、アウトロ配信者だって思ってました。アウトロ配信者、そう、俺、まあ、そうなんですよ、配信者だって昔から言われるんだけど、アウトロ配信者、そう、
これアウトローなこと一回もやったことないんだよ、最近本当にないんですよ。だから枠見るとみんな驚くんですよ何この人みたいな、誰みたいな、いや俺こういう配信だったなんでアウトローだと思われるんだろう。アウトロー配信だと思ってたんですよ。だってさ、スタジオジブリのさ、宮崎駿の話をさ、6時間とかするやつがさ、絶対アウトローなわけないじゃん。エヴァンゲリオンの話とかばっかりしてんだよ、俺。頭おかしいよね。たまに宮崎駿を殺すとか言ってるやつ。言ってないわ。だからそういうのを真に受けるのがいっぱいいるんだって、本当にみんなが悪乗りして。宮崎駿を殺すはまずいでしょ。何なんだろうな、そのイメージ。いや、イメージ、なんか、見た目ですか。見た目こんな格好アウトローするこんな魔法使いみたいなさ、こんな格好するアウトロー見たことある。ちょこちょこ僕見てましたよ。僕って250人ぐらいの時と。嘘、そんな時あったっけ。宗教の時も行きましたよね。宗教団体に潜り込んで、うん、行ったりとかもしたんですよ。やったな。はい、やっぱりニコ生から来たっていうなると、そのツイキャスの配信者は注目するんですよ、うんうん、ニコ生の配信者はどういう面白い配信をするのかとか、うん、で僕の配信も結構潜って見られてますよね。やっぱり闇にもそうだし、配信者見るよね。みんな見ます、ね、なんだかんだ言って見るよね。閲覧ある人のとこって何見たりとかします、ね、見る見る。何かありそうな人とか、だって潜って見てますか。ウナに喧嘩としたらさ、おいワード、おめえの配信なんか見てねえよとか言ったけど、サンジャマスやったらワード、部屋汚いって言われたから、見てんじゃねえかよと思ってちょっとそれじゃあ、ありますよ、何が。あとカッシーニとツイッターでやり取りしたじゃん、うん、で、あいつ捨て台詞でね、おめえの配信なんか見てねえよ、リスナーからのポンプだよって言ってるんだよ最後、うん、だけどツイッターのそのやり取りの文面見たら、お前よギターのコード進行がよ、なんかクソみてえなコード進行を並べただけのカスバンドでよとか言って、なんで音を知ってるのお前っていう。そういうことですよ。カッシーニわかります。絶対見てるんだよ。のりこいらっしゃい。のりこさん、うん、イケメンと一緒に飯食ってます。いやいや、イケメンじゃないです。いい男。ポイントくん、見つけたっていうか通知登録してねえの、うんうん、お、ここさんなんす。あざーす。ここからお茶番です。あざーす。ハッチやばいね。ハッチはガチかっこいいっすね。ハッチ最初だって30分ぐらい投げ続けてるよ、うん、うわ30分投げ続けたって花火の方が早いんじゃない。まあそうっすね、お茶よりは確かに花火の方が早い15回分だからお茶。そうっすよね。あ、そういうことなんですか。そういうことっすね。検査するとそうっすね。なるほど。花火ばっか投げるっすもんね。めんどくさいね、お茶の投げる。なるほどなるほど。ハッチは花火投げた方がいいね。花火投げ、そういう仕組みなんだ。 MP とかで閲覧に乗りやすくなったりとかするんで。へえ。なので多分今足りないのは閲覧じゃないんですよ。閲覧じゃない、何が足りないの。閲覧は徐々に増えてくる。その MP ですか、アイテムでおすすめ乗りやすくなったりとか乗りにくくなったりとかあるんで。今846って書いてあるじゃん。足りない、全然全体的に足らないです。まだあの、うん、ペッパーデコフレームとか足りないです。うーん、え、でもさ、これって3日で消えちゃうんでしょ、うん、そうです。期日は決まってるんで、なんで毎日配信しないといけないんですよ、うん、なるほど、はい。なんでなんか平等なんですよ。そのおすすめになる条件がいろいろあって、いろんなまあ説があるんですけど、閲覧何に行かないといけないとか、うんうん、そのアイテムの MP が達しないと乗らないとか、いろいろあるんですよ。一時期なんか時間規制っていうのもあるって言われてて、夕方5時かな、うん、から、夜8時ぐらいまでは時間規制かかるって言われて、どんな配信者も閲覧が低くなる時間帯もあったりとか。勉強になるわなんかそれ見極めてみたいですね。このマジックポイントっていうのはどれくらいあれば乗るの。僕も分かんないです。それは分かんないのかよ。まあでも閲覧は闇が言ってた通り多分、うん、前まで250人以上でおすすめなんですけど、うんうんうん、でも150人ぐらいに乗るらしいんで、あとはここにいる90、80人かの拡散力ですね。祝電やめて、うん、あっち祝電祝電だって分かったの今。大体この時間帯は祝電を打つ。へぇ、花火投げてくれてんじゃん。あ、花火すげえ。あざーす、
うん、え、閲覧が100超えたのってどれくらいの時期なんですか。僕は、去年の10月30日ぐらいが、うん、寮にいた時なんですけど、うん、郡山じゃないところで、その時50とか80ぐらいだったんですよ。それから80、多くても80ぐらいキープしてたんですけど、うん、閲覧の壁ってあるんですよ。配信しても、うん、多分経験した時ある人は経験した時あるんですけど、うん、どんなに頑張っても面白くてやっても、うん、あのその閲覧を超えられない時ってあるんですよ。あ、壁？壁があるんですよ、うんうんうん、それをどう乗り越えるかって。僕さんざんそこでしどろもどろしてて、うん、なんで一番最初にしたのが、うん、まあ元々やってたんですけど、いろいろ大手配信者に改名することです。まあ、突して、うん、お酒を飲んで顔を覚えてもらう。はいはいはい、まあ、その向こうの方がやつら多いんで、自分は何もできないんで、うん、まあ普通にお酒作ったりとか、うん、運んだりとかしてたぐらいで、どんな配信者も。すげえな。あとはその大手配信者のリアルのトークと、うん、大手配信者の配信と比べですね、うんうん、どういうリアトスの時にはどういうトークをしてるのかとか、うんうん、全部僕はずっと監視してます、ね。耳がちょっと短いから。そうなんだ。ステッカー販売せんで大丈夫ですね。あ、あれなんですよ、和道さん、和道購入ショップさん、クミタお願い。何でその3枚目こびるって言われるんですよ。え、3枚目こびる。僕こびるって言われるんですよ。ああ、そういうことか。3枚目じゃなくて3倍目こびるって言われるんですよ。昔から。いや、気遣いができるだけでしょ。まあ、難しいですけどね。こまく消されるんだ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。